はい、皆さんこんにちは、ワネリングルフィッシュです。ウィニングポスト8の2015ですね、いよいよ2014年ですね、続きをプレイしていきたいと思います。早速始めていきましょう。まずは、所有競走馬の状態ですね。1月4日にまず川崎記念に出ますか。その後はフェブラリーステークス2月の4週というところまでが決まっています。まずは1月の4週の川崎記念を見ていきたいと思います。めっちゃ交換したな、赤いお守りを。さあ川崎記念は、3番人気に押されてますね。パワちゃんエナジーです。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭変わりました。さあどうだ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 、ちょっと足りないかな。だーっと、うん、もうちょっとね、やはり中央の馬が強かった。もうちょっとキレがあれば2着。次はフェブラリーステークスかな。大事な話、病院あのね、おめでたですって言って、え、10月の1週がお誕生日になるって言ってますね。ちょっとこれは予想外の展開だな。おめでたって子供が生まれるとかそういうことかな。さあフェブラリーステークス、パワちゃんエナジーが出ますね。川崎記念では2着に終わりましたけども、このフェブラリーは取りましょう。5番人気ナイキマドリード、 3.1 倍1番人気かな。いや、ランフォルセが 2.9 倍で1番人気ですね。5番人気のパワちゃんエナジー、どんな走りを見せてくれるか。川崎記念では2着。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はデミーズパラダイス、どこにいるんだ。足を伸ばしてきました。2番手は全然ダメか。センター、前が詰まってるな。まだ後ろ、懸命に前を追っています。前が開かないな。フリソライト、フリソライト抜けた。前が開かないか。追いすがります。突っ込んでる。フリソライト1着、3着かな。2着にはどうやらランフォルセ。ちょっと前が開かなかったですね。心臓ぶりをいかんなく発揮しました。勝ったのはフリソライト。前が開いてればあるいはっていう伸びでしたけどね。3着。
しばらく中盤の予定はないのかな、この感じだと。とりあえず4月の2週目の パパちゃんセンサー6着に負けてるか、早優勝。桜花賞は出る馬はいないですね。さあパワちゃんセンサー期待しましょうね。でパワちゃんカットのですね出走予定がベクトリアマイルですか。はい、いいですね。パワちゃんベリーは天皇賞ハール。サツキショー頼むぞ。7番人気ちょっとね、悲しいですよね。朝日杯の勝ち馬であるパワちゃんセンサーが7番人気っていうのはね、悔しいんで見返してやりましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってラインヌーベル、あと200m、先頭はラインヌーベル。ちょっと全然伸びないか、伸びてきてはいるけどな。ワンアンドオンリー、4着かな。ワンアンドオンリー1着、2着にはどうやらブザワールド安定してやったり、 G1 の舞台で強心臓振りをいかんなく発揮しました。勝ったのはワンアンドオンリー。4着かな、そうですね。なかなか厳しい。ただね、ダービーですからね、一番目指しているところは。5月の一周天皇賞春かな。一応ですね、今年2014年で終了する予定ではあるんですけども、気が変わる可能性もありますんで、種付けはねしておきたいと思います。ディープインパクトの本株買うか、いくらすんだろう。あ、3億ぐらいで買えちゃうんだ。じゃあディープ買うよ。他にもキングカメハメハも欲しいしな。でオルフェウルも買いましょう。その他はまあいいかな。谷のギムレットとかも欲しいっちゃ欲しいけどね。まあいいでしょう。お試しして行きますね。お、早速ディープか。キングカメハメハだよな。カナリア、アフェリストと感じますか。オルフェ、
ちゃんギャルか。ワークホース、妊娠フラッシュね。スマートファルコン、スマートファルコンやっぱり人気だね。うちのあれとすごく相性いいですね。ドリームジャーニーとかもつけてみますか。ロードカナリアね、まあ典型的な短距離馬ですね。ロードカナリアね、ハーツプライとかつけておきますか。ステイ、さあこれで全部つけました。何気にこの天皇賞春も持ってませんからね。その前に柏記念がありますね。パワーチャンエナジーが4番人気です。川崎記念フェブラリーときて、さあ直線に入りました。柏記念この直線は短い、最後の追い方でどこにいる。先頭はセイクリムジン。ちょっとこの差は縮まらなそうだな。相手はフルソライト、セイクリムズン。3着だな。先頭はセイクリムズン、1着でゴール。セイクリムズン1着、2着には掲示板には入ってくるんだけど、中央の馬が勝ちきれないな。セイクリムズン、天皇賞春はまだね勝ったことありませんからね。2番人気、ちなみに1番人気は絆か。ただ十分に勝機はある。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭は絆、差は3馬身、後続の手応えもいい。残り 200m、 さあ伸びてこい。先頭だ、伸びてこないか。どうした。後続のシーズン、ウィニングシーズン、わずかにウィニングシーズン。完敗だな。完敗、見せ場なし。どうしたっていうぐらいのね、ちょっと惨敗ぶりですね。G1 戦線、この2014年ちょっと寂しい感じになってますからね。巻き返しましょうね。頑張ってもらいましょう。
調子が良くないんですけど、ビクトリアマイル、どうかな。2番人気、1番人気はというと、ジェンティルドンナ出てるんだ。もう引退してもいいかなと思ってたんですけど、ジェンティルドンナ今年も現役です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はビルシーナ、ビルシーナ先頭、2番手はサクラプデジール追いすがります。ホエールキャプチャー、さあどこにいる、あと200m、ビルシーナ先頭だ。しかし伸びないな、ホエールキャプチャー、うわー、ジェンティルだ、ジェンティルドンナもう一伸び、ジェンティルドンナ1着、ジェンティルドンナ1着、2着はホエールキャプチャー、これが2冠女王だ、ジェンティルドンナ。ジェンティルね、最後の足がやっぱりちょっと抜けてますね。お、オークスに出てくれる？1番人気か、厳しいな。1番人気はハープスター、ただ12番人気だからといってね、可能性がゼロっていうわけではありませんからね。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はクリスマスブランネージュ、先頭、2番手はヌーボレコルト、先頭は、なんかちょっと1頭だけ鈍欠にいますけど、このまま最下位かな。ハープスター、ハープスター、もう一伸び、ハープスター、ハープスター、1着、2着にはどうやらヌーボレコルト、故障発生とかじゃなければいいけど、まあ、牝馬2冠達成、あとは秋華賞を残すのみ、牝馬3冠はもう目前だ。あ、ちゃんちゃんと、パワーちゃんセンスはね、ダービー頑張ってほしいな。もうダービーで取れる最後の年。10番人気か、悲しいな。この朝日杯フューチャリティステークスを制した2歳のね、頂点に立った馬だったんですけどね、皐月賞で惨敗してから。週の直線526m、ここからが勝負。先頭はイスラボニータ、イスラボニータ、先頭、2番手はブザワールド、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、あと 200m、 先頭はさあ伸びてこい、ブザワールド、ダメか、伸びないな。ワンアンドオンリーかわす、伸びない、ワンアンドオンリー1着、ワンアンドオンリー1着、2着はタガノグランパ、ワンアンドオンリー2冠達成、あとは秋の菊花賞のみ、夢の三冠まであと一歩に迫りました。くー、期待してたんだけどな、パワーチャンセンサーには。つけていきましょう。
当初の6月3週前までまずは進めます。お、3番人気だ。あとはね、宝塚記念取ってくれれば、ああ、なんとか、ああ、この春の戦線ね、4コーナーカーブから一生でもっていうとこなんですけどね。ここで先頭変わりました。先頭は大ファンシー、残り 200m、先頭はエイシンモアオーバー、大ファンシー、必死に追いすがります。エイシンモアオーバー、先頭、内から一気にパワオちゃんフレア、エイシンモアオーバー、攻撃戦のゴール前。果たしてどっちが勝ったのか。届いてないかな、ちょっと届いてなさそう。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。届いてないね、届いてない。2着。あー、なんとかなんとかなんとか宝塚記念春 G1 一勝しよう。4頭送り出してますからね、宝塚記念に。3番人気にパワーチャンベリーがいますね。1番人気はオルフェーブルでしょう。ジェンティルドンナか。オルフェーブルは出てないね。ジェンティルか。あー、ジェンティルドンナの足、最後の切れ味すごいんだよな。さあ、直線に入りました。これからの勝負。ここで先頭変わりました。先頭はオーケイヘイロー、エピファネイア。先頭、2番手はシャトノノブレス。2番手はジェンティルドンナ、エピファネイア。エピファネイア、1着。2着にはどうやらジェンティルドンナ。エピファネイアか。2着にジェンティル。G1 の舞台で3着にうちの馬ですね。勝ったのはエピファネイア。ちょっとこの春の G1 戦線は不調でしたけども、秋で巻き返しをしていきましょう。しばらくね、 G1 の予定はありませんので、子供が生まれる10月の1週目まで進めましょう。子供が生まれるってどういうことなんだろうな。に出てる、ああ除外されてるな。お、子供が生まれるな。生まれたんだ、女の子。なんてつけようかな。3文字か。アリサってつけよう。理由は特にないです。水木アリサが結婚かっていう報道が出てたんで、それでつけてるだけです。
なんて出るんだ。パワちゃん64歳だよ。64歳で第一子か。64歳で第一子、なんとも言えないな。まずは10月の5日、ごめんなさい、5春、天皇賞秋ですね。10月4週には菊花賞、10月の3週には秋華賞というところなので、10月の3週ですかね、まずは。さあ、秋の G1 戦線、春は惨敗でしたからね、なんとしてもこの秋はね、取り返すべく頑張ってもらいたいと思います。まずは秋華賞、8番人気、パワちゃんプリティが出走します。まずは秋 G1 1勝しましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってブランネージュ、あと 200m、 先頭はヌーボレコルト、ブランネージュ頑張れるか。2番手はパワちゃんプリティ、ヌーボレコルト、パワちゃんプリティ2着までかな。1着、2着は微妙です。見事に勝ちましたヌーボレコルト。2着ですかね、だいぶちょっとね、差を感じてしまいましたけども、2着なんとか確保です。さあ菊花賞ね、パワーチャンスセンサ ー期待の馬、パワーチャンスセンサーです。皐月賞ダービー完敗でした。ただキッカー賞最後の一冠取ろう。ワンアンドオンリーにこのまま三冠を達成させるわけにはいかない。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は当選スターダム、差は三馬身、後続の手応えもいい。あと200m、伸びてこないな。伸びてきた、一気に捉えるか。タガノグランパ、タガノグランパ追いすがります。ウザワールド先頭だ、ウザワールド、ウザワールド2着にはどうやらタガノグランパ安定してやったり、 G1 の大舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。残念ですね。パワーチャンスセンサー5着。10番 JBC クラシックスプリントに天皇賞秋と、3つの10番ですね。G1 でもいい、何でもいい、とにかく G1 が1個欲しい。ここ何年かで G1 が1個も取れないなんていうことはなかったですからね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はエーシンビートロン、残り 200m、 一気に後続の足だ、いい足だ、いい足だけど、どうだ、ビートロン出る、どうだ、ダメかー。シルクフォーチュン、2着、3着、1着、2着は微妙です。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはシルクフォーチュン。勝ちきれないな、3着ですね。さあクラシックの方はどうだろう。こっちも2番人気に押されてる。あれ飛ばしちゃった。どうだったんだろう。うわー飛ばしちゃった。
さあ、天皇賞秋はジェンティルドンナが1番人気に、2番人気にパワーチャンベリーです。さあ、直線に入りました。これからの勝負、先頭は成田クリスタル、成田クリスタル先頭、2番手は成田クリスタル、成田クリスタルいっぱいになった。アドマイヤラクティ頑張る。ここで先頭はエプタネイヤ、しかし後続の足色もなかなか伸びてこないか。どうした、どうした、ジェンドンナ、ジェンドンナ、ジェンドンナ1着、2着にはドアエプタネイヤ、これが2冠女王だ。ジェンティルドンナ、ジェンティルドンナ強い、これが二冠女王だっていう響きを何回聞かされたことか。パワーチャンベリーね、その後パワーチャンデーになっちゃうんだよな。 G1 勝ってるパワーチャンカット、桜花賞安心ジュベナイルフィリーズ、あ、そうか、パワーチャンセンサーはそうか、デイリーアイ2歳ステークスなんだよな、勝ったのは2歳のあれを勝ったわけじゃないのか、ちょっと記憶が間違ってたみたいですね。お、パワーチャンスが一番人気に押されてる。これは勝ちたいな。エリザベス女王杯勝とう。まだ G1 1個も勝ってない。今年2014年。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭はキャトルフィーユ、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。残り 200m、 パワーチャンカット、伸びてきた。パワーチャンカット、厳しいか。パワーチャンハウス、パワーチャンハウス、パワーチャンハウスだね。1着、2着にはどうやらヌーボレコルト、パワーチャンハウス、一番人気に応える見事な G1 勝利です。 G1 やっと一勝。なんとか G1 取りました。マイルチャンピオンシップに出るものの除外か。ジャパンカップにパワーチャンベリーが出ると思う。パワーチャンベリー G1 勝ってほしいな。5番人気、1番人気はオールフェーブルか、絆か。パワーチャンベリーね、意地を見せてほしい。
おっと一頭故障発生か。トレーディングレザーズルズルっと後退しました。場内騒然。レースにどのような影響が出るでしょうか。さあいよいよ直線の攻防。伸びてこないか。エピファネイア、あと200メートル。伸びてこないか。一気に後続が伸びてこないな。エピファネイア先頭。ジェンティルドンナ迫る。エピファネイア、エピファネイア一着。2着にはどうやら絆、見事に勝ちました。エピファネイア絆2着止まり。エピファネイアも、ね、しかしなんとか面目を保ちました。ここ何回かすごくいい走りしてますね。レコードだしかも。チャンピオンズカップに3頭出走ですね。チャンピオンズカップも確かまだ優勝したことはなかったと思いますので、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はエイシンモアオーバー。しかし後続のアシードもなかなかいい。あと 200m、 エイシンモアオーバー先頭だ。ゴーマンレジェンド先頭。ダメかな。ダメだね。ナムラビクター、ナムラビクター1着、2着にはどうやらローマンレジェンド。鞍上してやったり、 G1 の大舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。勝ったのはナムラビクター。5着にクレアが入るのが精一杯か。ジュベナイルフィリーズに白沖。3番人気ですね。パーちゃん白沖。来年の桜花賞、オークス秋華賞を占う一戦になるはずです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。2015年に活躍するであろう白沖。先頭はバイネマディア、先頭2番手はゲイリルーラ、懸命に追いすがります。あと 200m、 バイネマディア先頭だ。残り 100m、 西のスパーク先頭。白沖はいっぱいか。追いすがります。西のスパーク、西のスパーク1着、2着にはどうやらパワちゃん白沖、西のスパーク一番人気に応える見事な G1 勝利です。2着ですね。お、朝日は F チャリティには誰も出れないか。さあ有馬記念にね、最後、今年はエリザベス女王杯しかまだ勝ってませんからね。パワちゃんハークが3番人気に押されてます。最後応援しましょう。これが本当に最後のレース。さあ直線に入りました。これからの勝負。
先頭変わってエピファネイア、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 100m、 エピファネイア厳しいか、キズナもう一伸び、キズナ、キズナ1着、2着にはどうやらジェンティルドンナ、これが2冠馬の実力だ。キズナ、キズナだね最後は。はい、というわけで、まあ2014年はね、エリザベスしかちょっと勝てなかったんですけども、我が競馬人生に悔いなしということで、このウィニングポストですね、8の2015のプレーはこれで、終わりにしていきたいと思います。ウィニングポスト8ね、最初どんな風にプレイして、まあどういう形で動画としてまとめていったらいいかよくわからなくて、ちょっとグダグダしてしまったようなところもあったと思うんですけども、最後までもしご覧いただいていた方いたら本当にありがとうございます。特にね、強い要望とかがなければ2015年以降はプレイする予定ありませんけども、本当にねすごく楽しませてくれたゲームソフトでした。というわけで、ウィニングポストのゲームここで終わりたいと思います。